どうも内山美恵です。今回も妖怪三国志国取ウォーズやっていこうと思います。まずはミッションで受け取れるものをね全部いただこうと思います。はい、ミッションクリアしたものがあったので、今回はバトルをまずはやっていこうかなと思います。これ右下をタップすると国取りってあるので、このみんなとバトルする国取り戦、ここでジャオーカイラが出てきたので、さっき戦ったんで今回で2戦目改めてやっていこうと思うよ。はい、これだとちょっとレベルが高かったので6999なので、この下の戦力4833だね。これなら勝てると思う。よし、じゃあこれで出陣頑張ってみようと思います。じゃあおカイラ、よいしょ、頑張れ。難しいよ。邪魔だ。いけいけい。じゃあおカイラ、黄金の乱、中国の戦いだったと思うんだけど、ちょっとねよくわかんないんだけど、なんかこういうゲームをしながら歴史の勉強とかにもなりそうだよね。さあ頑張れ頑張れ。この力を天のために。邪魔だ。さあ、いけいけい、頑張れ頑張れ。はい、そう、妖怪三国志、私三国志って今までやったことがなかったんだけど、これはさ、妖怪うちの可愛いキャラクターいるじゃないですか。おっしゃ、勝った、勝ったずら。無事にクリアしました。経験値544もらいましたね。はい、倒したボス、ジャオーカイラ。中国のゲームだから出てくる漢字が難しいね。さあ、もう一回戦いたいんだけど、この1989にするとどれぐらい経験値が変わるのかなと思ってやってみます。勝つにも時間制限があって、この左上の残り時間がね0秒になっちゃっても負けなんですよ。あれ、あ、こんなに瞬殺になるぐらい違うんだね。あ、経験値がこれだと200だから、あ、だいぶ違うね。やっぱりできる限りレベルが上の方のカイラさんと戦った方がいいんだね。さあ、一回戻ってみて、よし、これでカイラに3回勝ったのでご褒美もらいます。やったー。はい、美味しそうだね、食べ物がいっぱい出てくるんですよ。これ私的に結構テンションが上がります。でね、今回はこのコインガシャっていうのが結構まだ溜まってるから、これ全部引いていくよ。さあ、まずはこの色のコインガシャが4つあるので4個全部回していくよ。これでね、いいキャラゲットしちゃうからね。これね、ランクがなんかモンストに似てる感じがする。ランクが高いいいキャラを集めた方がさ、なんか育てがいがあるじゃないですか。お、来た来た来た。お、 B ランクいいんじゃない、なかなか。ワルニャン、なんかさ、ジマニャンとかブドウニャンとか、なんかかわいいニャンみたいなのがいっぱい出てくるんだけど、これって何の違いなんだろう。いやー、こういうところでさ、妖怪ウォッチやってた人はさ結構有利なんじゃないかなって思うんだよね。ほら、今度トゲニャンだ。これも B だよ、やった。え、何が違うんだ。属性で言ったら同じハートがついてるから、え、なんだろうな、どう違うんだろう。まあ、始まったばっかりだからね、このゲーム徐々に分かっていけばいいのかなと思います。ほい、そしたら次
どれ行こうかな。これ行きます。 S ランクね。このキュービのね、妖怪さんが出てくれたら S ランクだね。じゃあこんだけコインガチャがあればなんかね、いやでも B でも結構今の良かったと思うんですよね。さあ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 、何が出るかな、何が出るかな。さあ誰、5位。ガチャ楽しいよね。長花遺跡。はい、次。悪くないよね、 C って。さあ次行こう、次行こう。はい次。あれ一緒だ。あ、そうするとレベルが上がるのか。同じキャラを引くとなんか重なってちょっとレベルアップしたりするのかな。なんかさ、3枚のやつとかってちょっと期待持てそうじゃない。上から行こう。はい、今度赤い属性のガチャ引きます。誰が出るかな。はっはっは、出てくれ出てくれ。はい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 、じゃん。さあ、E ランクは良くないね。でもこうやって1体目ってさ、図鑑埋まってく感じがするから、まあ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 嬉しいよね。さあ行ってみよう。今のキャラがさ、結構人気なキャラクターの一人だよね。強いっていう。さあ来て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 、お願いします。ドーン。これボールの色って違うのかな。あー、これは前出たわ。そう、セクシーな足が出ましたね。はい、次行きます。はい、緑行きたいと思います。いや、言うてもいいわね、コインいっぱいあるからね。はい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 、次何出る。 S が出るのってどれぐらいの確率なんだろうね。あー、 A でもいいよ、 A でもいいよ、お願いします。あー、 D だー。あー、座敷わらしい。でも埋まる。ちょっとこのね、埋まるのがちょっと快感だよね。2個のは残して、2個3個は残して、このまず1個のやつ引いちゃいましょう。あ、これ S ランク結構いっぱいあるじゃん、この種類。いいじゃんいいじゃん。あ、と思ったら回ってるだけだった周回してただけだった。さあ青コイン。さあダーちゃん色。さあさあさあ、このガチャのさ、お、茶色？茶色ってなんだ？ E ランク、なかなかね。この紫引いちゃいましょう。はい、よし、いけ。このガチャ引いてるときすごいなんか贅沢してる気分になってくる。はい、また紫だよ。よー、横取り女英さん。はーい、これ2体目だからレベル2ってことかな。さあここからいくよ。私の大好きな色、黄色とオレンジ残りましたからね。しかもコインは2個あるからね。さあ S ランクだとこの子が出てくれるんだね。お願いします、お願いしますよ。そう考えると最初の A ランク2体だっけ、 B ランク2体だっけ、なんか良かったんだなって思いましたね。ドン、 E、 ドン、 D。 はい、オレンジ、チャンスは3回、お願いします。はい、飛ばせ飛ばせ、上がれ上がれ。はい、上がったー。はい、落ちたー。お願いお願いお願い。おー、なんかやっぱり紫ってあんまり良くない気が。ほらー、塗り壁さん。でもいいんだ、新しいから。図鑑埋めてるみたいだね。え、なにこの子、モノマネキン。え、やば、
やー、いやこれ私の中でナンバーワンだわ今のところ。やばい、モノマネキンとかすごい。本当のアニメの中だとどんな感じなんだろう。お、しかも2体いきなりゲットです。いやガチャはまずまずだったな。ちょっとだけ強化をして、このさレベルを上げるんだよね、この経験値玉っていうので。これで上げて、今度こっちのグレードっていうのが能力、なんか技の力を与えるみたいな、ね、2箇所ね強化すればどんどんモンスター妖怪たちが強くなっていくっぽいんだよね。さあ次はこっちの天下統一のストーリーを進めていく方に行きたいと思います。あ、5129と5198だ。お、5215に上がった助っ人で。あ、5139、5225、あ、こっちだね。よし、行きましょう。さあ進めるぞ。こっちが自分一人でできる方だから、まあ、とにかく進めてくって感じだよね。これなかなかいきなりレベル上がっちゃったからさ、やべー、すぐに気まずいたんだけど、妖怪記憶して、でこれ何回もやっていくうちにどん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 レベルが上がってたから、意外とねいけた、楽しかった。お、早い早い、もう終わるよ。おっしゃ、来た。やばい。オッケー、勝利。やったねやん。だって可愛い。キャラクターたち可愛いじゃないか。お、経験値玉といっぱいご飯もらえた。お、出た。これがさ、あのラッキーなやつだよね。そう、土の子。な、なんにゃん。ウィッシュー、ウィッシュー。ウィッシューが来た。やったー。これで、ね、ポイントがいっぱいもらえるんだよね、きっと。にゃーん、うざんくざいにゃーん。逃げたにゃん。あ、めっちゃ切れてる、めっちゃ切れてる、ウィッシューは。やばいやばい。バトルをしているとたまに土の子流線がマップに現れます。エクストラバトル、うん、これ出てきてくれたらラッキーってことだね。同時に2箇所、1日5回 OK、 やればやるほど出てくれんのかな。じゃあ早速土の子、あ、これだ、生徒っていうとこだね、ここにいるんだ。で、おー出てきた、エクストラバトル、これやってみようと思います。おすすめにして、スケットいらないな、お前いっちゃえ。読み込み中。さあスタート。さあどれぐらいもらえるかが気になるところですよね。あ、瞬殺、え、もう終わった、早っ。勝利、勝ちましたね、お見事。はい、どうも。経験値すっごいもらえた。だってさっきさ500とかそんなもんだったよね。あ、しかも報酬がなんか豪華っぽいやつだよ。やった、やっぴー、やっぴー、バイバイ、また来てねー。ありがとうって感じだね。え、めっちゃラッキー今の。やったやった。さっさ、お、新しい面が出てきたのでこれをやります。はい、これがねポイントが上がったので、これで出陣をしていきたいと思います。いざ出陣、出陣。さあスタート、対戦。これ楽だよね、オートでさ見てて、しかも早送りしてくれるから、どん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 進んでってくれるし、ちょっとぼーっと見てるだけでいいから、すごい楽ちん、簡単にレベル上がってくって感じ、いいっすな。おばさん、いけ、あ、なんかプレゼントが落ちた今。必殺技、いけ、お、いけ、冬な、いけいけー、ガンガン、
ヤマタノオロチ醤油。ケイケイ。はいはい。つぐぞろいバディ。イケイケイ。あ、終わったんじゃない？あ、まんまちょっと。ダメ、まだもう終わる。お、必殺技出た。で、このさ、こう影の盾役者みたいな、こう背後霊みたいな子いるじゃないですか。これってフル稼働してんのかな。これ一応全部の体についてるんだけど、なんか1体しか出てこない気がするんだけど、そんなことないのか、ね、全部出てる。分かる人教えてください。見事イエス。お、ヤッピーまた出た。今度はオレンジだよ。あ、チュートリアルが進んでいく。大変でウィス、この先でフーナン曹操さんにおしょうひょうひょう。フーナン曹操？同じ軍の仲間ですよ。あ、さっきの横取りジョレイさん来た。ジョエさん、そうじゃにゃん。そんな感じで今回はバトルをしたり、ガシャを引いたり、あとは国取り戦でカイラと戦ったりしました。あとツチノコもね、初めて発見していっぱい報酬もらえたりとかね。次回はいよいよバトルで天下統一戦の方を進めていったりとか、みんなと戦う国取り戦を一生懸命やっていこうかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録していただけると嬉しいです。よかったら次の動画も見てね。ではバイバイ。